俺が沖縄の未来を救ったんだ。すごい。俺が沖縄をでっかくしてやる。お前らみんな俺についてこい。トモちゃんかっこいい。すごいだろ。すごい。そうさ、よし今日は飲むぞ。待て、タミヤから聞いた。あんたが中原や大吾を撃った理由、そしてあんたが東馬を殺そうとしていることも。俺を殺す。タミヤは俺にあんたを止めるように頼んできた。たとえ CIA の命令だろうと、こんなことをするのはあんたの本心じゃないはずだ。CIA だって。そうか、先生か。タミヤ先生が俺を殺そうとして。動くな。あんた本気でトーマを殺す気か。桐生一馬だってな。お前も勝って極道に来た男なら、親の命令がどれだけのもんか分かるだろう。何？俺にとって CIA は親。殺せと命令されたら、たとえ相手が誰であろうと殺すしかない。一緒に地獄で会おう。逃げろ。どういうつもりだ。俺はトーマを救い出し、あんたも救う。タミヤと約束したんだ。タミヤめ、相変わらず甘い男だ。俺はあんたにこれ以上人を殺してほしくない。俺は命令に従う。俺を止めたければ分かってるな。ああ、あんたを倒すしかないということだな。さすがは兄貴が見込んだ男だ。物分かりがいいらしい。兄貴と同じ血の通った俺をお前は殴ることができるのか。さあな。だが重要なのは血じゃない。俺とおやっさんは絆でつながってる。その絆しっかり見せてもらおうか。桐生一馬、覚悟。桐生一馬、行くぞ。せい。さっさと来い。
さっさと来い。どうやら俺も年のようだな。あんたが若かったら勝てたかどうかわからんな。俺の負けだ。タミヤの望み通り、そこのボーイのことは忘れよう。そこの？トーマ。キリュウさん、あなた本当に先生に頼まれてここに？ああ。どうしてタミヤ先生は俺を助けるようなことを？タミヤはお前のことが好きなんだ。俺を？ああ。なんで？俺は先生を裏切ってミネを。タミヤにとってお前が裏切ったかどうかは問題じゃない。お前の沖縄を救いたいという熱い思い、タミヤには伝わっていた。タミヤはお前がいい政治家になると言っていたぞ。
先生、タミヤ先生、すみません、すみませんでした。